ファミコン全ソフト実況、どうも、たぶやんでーす。今回も、タッチ、続き、プレイしていきたいと思います。パスワード、公開しておきましょうかね。よかったらこちら、皆さんも使ってみてください。行こう。達也の体力が、経験値か。上がってきてるよね。カズヤ、白が、カズヤで、青が達也。私、達也。現在どういう状況かというと、子犬1匹助けております。クリア条件、10匹探すのがこのゲームの目的。あと9。わずか9匹ですね。行こうじゃないか。そして、今、トゥードゥーリストね。前回から作り始めたんですけど、まあ、北に化石の森、南にお寺の町があるよ。まあ、このそれぞれに行くまで残しとこうかな。で、アイテムショップ、ワオへ行けみたいなことを言われましたね。クマにね。以上となります。情報少な。まあ、子犬を探すために、南の実家からね、南風、だんだん北に向かってきました。順番にね、さらに北に行こうじゃないか。あ、これ行き止まりだ。おっとっとっと、結構ダメージ。下には戻らずにどんどん。危ない。後ろいっぱいいる。もうかっちゃんどうにかしてよって。南がね、南、朝倉南だったよね、確か。勝谷達也は上杉か、名字ね、確か。あ、北に行こう。あ、音楽変わった。左から順番に行こっかな。変わったけど、あ、飛行機初めて出てきた。飛行機どうなんだろう。経験値、なんか南よりカズヤの方が遅いぞ。921、900、あれ全然増えないな。なんで921がマックスなの。あ、違うポーズ。青がカズヤだったよね。まあいいか、カズヤ。カズヤ500しかないから。白が926。飛行機は、飛行機2かな。あー、これないね。ということで一番右、面倒だけど、見逃すともっと面倒なことになると思うので、まあ経験値稼ぎだね。左に上、北へ上がるところがあったけど、それ覚えといて、一番端にね。南を泣かせてはいけないよ。オッケー。まさかのみんな単発実況で終わるんじゃないかというね。予想してた人もいるかもしれないですけど、続けますよ。タッチ本気で遊んでみますよ。いるぞ。990、これ1000以上あるのかな。多分4桁あるもんね。経験値が地味だよね。スライムベス、あ、行き止まりかい。っていうことで上に行くしかないな、これは。キャーって言ってる。もうタッちゃんどうにかしてよって言われてる。これみんな嫌われてるかもね。どういうなんかあれがあるんだろうね。ゲームオーバーにはなんかならない感じなんだよね。南がダメージ受けたら。どうなんだろうな。逆に二人とも経験値が減ってるとかなのかな。ちょっと
何本かね動画まとめ撮りしてるんで、すぐに反応はできないかもしれませんけど、よかったら皆さんねコメントで教えてもらえればと思います。南がダメージ受けるとどうなるのか。お、やっと建物が、あーまたクマが無言。これ絶対アイテムかなんか、アイテムか情報が不足してるんだろうね。さあ例によって左から行くか。広い、あーなんかすごい強そうなコアラのマーチみたいなやつ出てきたよ。えー、3か、経験値3か。あーでも、ちなみに行けない、行けないね。ということは左か。おいおいおい、なんか入れんのかな。入れないな。あ、ここ入れない。でさらに北に行こう。うわ、ヘリコプター出てきた。結構キャラクター多いね。あー、ここも無言。失礼。ラジコンヘリみたいなの出てきたぞ。でかいやつ。お、入れる。無言。無言多いなー。薬屋さんなのかな、これ。ガンガン行くぜ。これなんか、迷路になってんのかな。今のところ上しか行ってないから、下い、上行って下とかもあるかもね、これ。うん、とりあえず一番上まで行く感じかな。1271、1273、あ、77、経験値4か。でかいなこれ。やろう。明らかにこの稼ぐ経験値の方が多いよね、ダメージ受けるよりね。あ、ここ上に行ける。あ、右になんかある。あれ、無言。 上に行けます。でも一番右まで行こう。ほらほらほら、あ、ヘリ一撃で倒せる。あ、何もなし。じゃあ上行こう。経験値上がったら攻撃力も上がったりするのかな。どうなんだろうね。一撃で倒せてるけど、実は数や弱かったりして。よし行こう。あー、なんか色がちょっとなんか夕方っぽくなったな。どうしよう、右から行くか。入れた。あ、また無言。アイテムくれよとか、なんか喋ってくれればいいのに。痛い。ここはどうだ、入れる。あ、無言。無言多いな。空き家みたいね。達也ばっかどんどん強くなっていく。あ、なんだ、グレートストリート、グリーンストリート。敵多いな。誰もいないみたいね。グリーンストリート、これ一番左端まで例によって行こう。長い戦いだな。子犬全然いねえな。おらおらおら、後ろからいっぱい歩いてきてるな。こんな野郎、1500突破。ここ入ったかどうかもわからなくなった。一回一応入っとくか。はい、無言。あ、入ったら敵いなくなるんだね。ここも無言ね。ここまでは来たのか。ほらほら、ここは無言。ここはどうだ。あ、全部入れる。あ、お便りお待ちしています。来た。2回目の留守みたいね。留守、空き家ではないんだ。あ、グリーンストリート左側。おお、なるほどね。じゃあ上行こうか。行き止まりを確認、上に行くぞ。
ローズストリート。オッケー。ローズね。もう分かりやすいね。ピンクのね。ケーキ多い。カズヤ500。あ、なにこれ。ベーカリー。あ、パン屋さんか。あ、パンが欲しいって言われたら、ここに買いに来ればいいんだ。パン屋さんね。ホームセンター。バケツとなんだこれ。なんかよくわからないものばっかりだな。まあ、なんか、買い物に来るかもしれないね。ホームセンター。これは？あ、バーガーショップね。バーガーショップ。お、敵出なくなった。ドラッグストア。もう一軒の薬屋には秘密がある。おー！情報をいただきました。薬屋に秘密。でもここも薬屋だけど、ここじゃないと。薬屋に秘密。ここは北のローズで聞いたと。だからローズストリートの、ドラッグストアじゃないとこ。なんかあったね。あった。最初の方にあった。なんか東川かな。ありましたね。秘密がある入れるってことなんだろうね。なんかアイテムがあったら入れるとか、そんなんじゃないの。なんなんだろうね。なんか会員証とかかな、うん、杉薬局さんの会員証とかビューティーサロン、お休みみたい。サロンお休みか。ヘアサロンのことかな、これ。ビューティーサロン、ビューティー。あ、もう一個ある。この町のみんなのあいつとが良くなったら薬屋へ行ってごらん。あー、そういうことか。さっきの薬屋、愛想が良くなったらどうすれば愛想が良くなるんだろうね。うん、まあ書かないけども、愛想が良くなったら薬屋へ行く。薬屋は南にあったな。スーパーマーケット、誰もいないみたい。オーケー。もう入れない。おっと、カズヤ500以下になった。ちょっとさあ上行こうか。今度は OCHRE ってなんだろうね。お茶、お読めねえあ、右端だね。端っこ大好き。空き家みたい。よし、情報収集行くぞ。ショップ FJ。 なんだこれ、はがきっぽいな。これはなんだろうな。これはがき。これは望遠鏡。これなんか、なんだ、虫取り、虫除けスプレーか。艶だけ強くなっていくスタイル。ポストオフィス。あ、ポストオフィスいらっしゃいませ。あ、手紙とか出すとか、そんなんかな。ポストオフィスだ。郵便局。これか。これ手紙か、はがき。安いね。よし、達也もう、ローリング作戦行こうか。これ買おうか。これ買って、これ2つぐらいアイテム買えないのかな。ちょっと待ってね。おにぎりいらんでしょ、ほんで。おにぎりいらんから。これ、あ、ちょっと待って。買っちゃえ、カズヤ使って。あ、入れ入れ。で、カズヤも、これ使え。これ
かい。で、これで、こうして、あ、カズヤに買い物させたら、あれか。これちょっと待ってね。これ何個持ってんの？あ、なんか持ってる一個なんか持ってるけど。あ、四つまで持てんのか、一人ね。これ買っちゃえ。で、じゃあ、カズヤももう一個買っちゃえ、これも。これ買っちゃえ。よし。なんかスプレー買った。で、ボールにしとかないとね。で、タツヤ。ボールにして。よし、行くぞ。アイテムたっぷり買ってだね。いらっしゃいませ。ここで、これ使えばいいんだね。あ？ A ボタン、B じゃないのか。アイテムの使い方ってどうだったっけ？アイテムを家の中で使う。A ボタン押しながら B か。これ A ボタン押しながら B。何にもならねえ。A ボタン押しながら B。何にもならねえ。返してくれ。アイテム返してくれ。こっちカズヤ。A ボタン押しながら B。あ。確かにお預かりします。だってこれも使っちゃおうか。虫除けスプレー、これは使えない。なんか変わったのか。これで分かんねえな。マーケット、変わったんだろう。なんか変わってんのかな。なんかでもポストに郵便局でなんかはがきを出したみたいな感じなのかな。誰に出したのよ。そんなこと言ったらお金全部全アイテム試されてん。あ、剣。これロープと双眼鏡、またこれも分かんないな。ジュエラーニータニ、おやすみ。トイショップ、うわ、ファミコン売ってる。あ、ちょっと今なんか南が言ったよ。セイントに何かお土産を買わないと。セイントって誰なんだよ。クマのことか。クマのことなのかな。また全部買うか。じゃあ、あの無言のクマたちに渡すんだったらもう地獄だね。これと、まあ全部買おうか。カズヤが危ないね、これ。カズヤで行こうか。カズヤでちょっとレベル上げ。500以下になったらちょっとやばいな。カズヤ、ちょっと500回復するまで、私が操作してやる。カズヤね。よし。上行こうか。ブルー。あー、早い！ネズミ早い！ネズミ早い！ブルー、左行き止まり。嘘でしょ。ネズミ。おちょちょ、ネズミ。カズヤ頑張れ。入れる。手紙は受け取ったよ。これを持っていくといい。あ、アイテムがいっぱいで、これ使えねえんじゃない。あ、どれ捨てますかみたいなことになってる。ちょっと待って。パンチになってる。あ、出てる出てる出てる。あ、ダメだ、ちょっと待って。怖い怖い怖い、ちょっと。あ、ダメダメダメ、これ。あー、ダメダメダメ。何しとん。ちょっとアイテムを使いたい。ここ危険だな。
やばい、アイテム買いすぎてなんかわけわからんようになったぞ。アイテムが受け取れなくなったぞ。ちょっと待てよ、ちょっと安全なとこ行こう。あ、やば、いらんことしたなこれ。アイテム欄が枠が足りないんだこれ、最悪だ。何これを持っていきなさいとか言われたもんね。うわー、参ったな。売りたいな。なんかくれようとしてんだよあれ。じゃあ一回会いに行く。セイントって絶対そうだよ。これなんか何か捨てますかとか絶対そんな優しいあれじゃないよねこれ。マーケット逆に買うのはいいけど売りたい。しまったな。ポストオフィスもう入れなくなってる。さっき入れたのに。うわーもう。あのなんか無言のさ、無言のなんか人いたよ。ちょっと上行こうか。アイテム捨てんのどうするんだろう。ちょっとあ、やばいやばい、カズヤにしよう。いやこれもあ、ちょ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 、やばいやばい、カズヤが死んじゃう。忙しいゲームだな、空き家みたい。どっかのアイテム、手紙は受け取ったよ、これを持っていくという。そればっかり言われてんだけど、その手紙え、これアイテム捨てるっていうのないのかな。ちょっと説明書見ようか。大混乱になっております。アイテム買いすぎて捨てられない、捨て方が分かんない。アイテムの捨て方説明書載ってるかな。アイテムを使うのは B ボタンだけど、あ、アイテムの捨て方、うわ、黙っているセイントをやっぱ探さないといけないんだって。セイントって書いてある。皆さん、クマはクマイコールセイントみたいです。ひえー、人にあげれない、最悪だね。先に進むしかないかこれ。まいったな。いらないアイテムを買うべきじゃないんだね。じゃあそのドラッグストアに行くべきなんだろうね。ドラッグストアに戻るべきかな。じゃあ一番上まで行ってないんだけど、ブルー、あ、いた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 、この人。この人なんかあげよう。ファミコンあげる。よし、これもあげる、これもあげる。よし、あげたあげた、戻ろう戻ろう。とりあえずカズヤのアイテムを枠を開けました。で、あげたからさっきのとこ戻って、おっと、あ、ちょ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 、
全然。あ、来た。これを持っていくといい。手紙が効果出てんだね、これ。何これ、どっかの鍵ってこと。空き家とかそういうことかな。いや、それめんどくさいな。空き家とかをくまなく歩いていくっていうことだろうか。あ、また鍵もらった。あと一個鍵受け取れるけど、めんどくさ。ちょっと不安だね。カズヤで1000まで上げとこうか。受け取ったよって。なんかでも、クマ改めセイントはなんか鍵をくれるのか。この下の道は一方通行だから下には行けないよ。マジか。戻れないのか。マジで言ってるのか。あー、ということはこっちからはいけませんと。あ、本当だ、いけない。くー。あ、でも上まで行って戻っていく感じでいいかな。ストーリー的に間違い忘れそうだもんね。とりあえずこのブルーを、鍵2つもらったね。この鍵をどこで使うかだよね。持ち物4つまでしか持てないし、ここは通ったし。結構やること盛りだくさんじゃないか。まだちょっと上に行くのやめよう。このあくまでブルーをもう一回全部回ってで上行こう。うん、その辺くまなく行っとかないと。もう見逃したらね、ややこしい。空き家みたいね。あ、これで、あ、そういうわけじゃないのか。これ鍵を使う、そうじゃないみたいだね。ネズミ早いな。スピードが一撃で倒せるけど。ブルーストリート、行き止まりかな。あ、まだあるね。この人に何かあげればいいのかな。達也のアイテムあげようかな。もう反応なし。オッケー。じゃあもう達也で行こうかな。いらんもんはもう買わないでおこう。うん、無言の人はやっぱりまだなんかあるんだろうね。ここは留守みたい。留守だったら和也、鍵開けてみよう。開かないな。で、僕も干されてるよ。よし。結構広いな、このブルーライン。なんか上登るとこあるけど、左端まで行こうぜ。すぐ時間経つね。手紙は受け取ったよ。これを持っていきな。あ、また同じ鍵だ、これ。なんか同じ鍵っぽく見えるけどな。同じ鍵なのかな。それでカズヤはもう持ち物持てないね。達也にしよう。こっちは手紙を受け取って、あ、なんかピンクの鍵もらいましたね今度。あともう1、2、1個しかもう持ってない。いや、鍵ばっかりもらって、鍵に入るとこ探したいな。ブルーストリートよ。あ、行き止まりだね。よし、じゃあ上行きましょうかね。あ、行き止まり。ついに一番北まで来たってことかな。あ、スズメ、スズメ
ということで今回はここで区切りたいと思います。パスワードよかったら使ってみてください。次回もお楽しみに。さよなら。どこで鍵使うんだ。